じと応援してたもの。はい、川名公園でおくつろぎ中の皆様、こんにちは。私はこの小学選出の名古屋市会議員の大村美津子でございます。いつも大変お世話になっております。本日はですね、日本保守党公認、そして厳正日本推薦の大橋徹さんの応援に駆けつけさせていただきました。皆さん、10月15日から選挙がスタートしており、実は今日が最後となっております。で、本人大橋徹、そして前名古屋市長、そして日本保守党の共同代表でもございます川村隆史と一緒にですね、皆様方にお願い、最後のお願いということで、この河原公園に伺わせていただきました。皆さん、3区は大橋徹ございます。私の方もいろいろとお話をさせていただきたいこともありますが、お時間がありませんので、このまま、川村、共同代表の方に代わらせていただきたいと思います。では皆さん、しっかり聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ただいまは年食とるかわけやかわかりませんけど、小学部の市会議員の大村美津子さんでございます。鈴木さんと天白の議員が残ってます。ああ、わかりました。ということで、まあ、川村隆史さんやってきましたけど、まあ、自民党へ入れようと思っとる人はよ、まあ、今回だけでもええでやめてた方がいいですよ、これ本当に。まあ、この2000万事件はよ、ちょっと偉すぎるわ、これ。裏金って、このマスコミがやっとるけどね、あれ、本当は裏金じゃなくて、あれ、脱税ですからね、あれ。個人にお金をいくらってもらわせてもらったか、あれ、このね、こと喋っとるもんだね。個人に金をプレゼントした場合に、少額訴求というか、年間いくらだったかな、今ほど忘れてましたな、100万かいくらかしらまでは円です。ええ加減な申告で、それ以上は社長が仮に1000万もらったとするわ、誰かから。これ申告せんとせやな、これ所得税法にやんないわけだ、これ罰所得なりなんないででしょ。これ何、政治資金か、なんかその名前にしてちょっと偉そうだったら、これが裏金になるわけですか。これ、ね、500万以下だったら不問にするということでしょう。だね、この中で、ちょっとおらんような雰囲気だけど、ラーメン屋の親父でもおったらよ、頭からこれ100万、これ負けしたらええんですよ、これ。税務署が来ても。ほんとも、偉そうなみんな、不問にするいと自民党が来とるがや、言って。ほんで、10年間領収書出しません。な、このバカのな、俺、あれ冗談かしら思った、俺、あれ。国会で冗談をしろよ、さ、言って。どう思わん、これ。そうでしょ。皆さん、商売やっとる人とかやっとない人でもいいけど、なんか、あの、金もらったと、それを10年間書類出しませんって言って。税務署に行ったら、本当に来たら。このとおりだよ、これ。こういうことはね、国が潰れるのじゃ、やっぱり。まあ、どれも前そろそろまで言ってくと、これか一番に最悪の、その、なんでこうなったかというと、しょっちゅう言ったように、地方議員は、この戦争前までボランティアだった。世界中がそうです。給料多くもらっとるのは日本とロサンゼルスだけ。ただロサンゼルスは3期11年で終わりですから、カジノにはできない。政治権力をカジノにしないために議会にできた。これがこれでしょ。最後になるとよ、ルイ16世とかよ、藤原の道長とかよ、紫式部出てくるじゃないよ、藤原道長。
ニコライ三世なんかが出たけど、みんな政治が過剰になるとどうしても悪いことやりかける。これがいいことで、やっぱり短くしようということで投資して議会でができたんだ。その議員が過剰になったらどうなるの。これは戦後マッカーサーが間違えたんです。世界中と戦った国は日本だけでしたよ。実はどうでしょう、これ第二次世界大戦、これ何もめちゃくちゃになったんでしょうね。どの戦術取ったもんだよ。これ3分だけやりましたね。これはまあうちのウクライナ、ウクライナ空襲で死んでますけど、ウクライナ2機はガダルカナルで戦死してますけどね。まあ、無茶苦茶な、そこでマッカーサーが来てですね、まあ議会というのは何をやっとったと、軍隊でほんのアメリカと戦うってね、あの通り石油と鉄鋼、鉄の9割はアメリカとかドイツとか、ドイツはねアメリカ、オランダ、ABCD 包囲網です。9割買っとったところに戦争をぶっかけたんだね。これまあよ、議会をどっかにやっとるんだって、議会を立派にしようと思って間違えたんです。給料を上げたんです、国会議員と。そのところに地方議員も上げた。これなので言ってやると分かるけどね、こんな楽な仕事ねえですよ。嘘ですから、みんな。これあんなものは本当にこれ自分で4億6000万も受け取らずによ、やるやつな。まあ、今回一人はそのよ、国会によ、離婚の危機を解任してきたんです。危ないし。そういう人は悪いことではありませんよ。まあ、そんな4億6000万ももらわんのに悪いことやるわけじゃないやろ、なもの。でしょ。だからもう、4億給料もらうとね、年収2000万です。名古屋の市会議員、手当入れて、年収に、2000円じゃないよ、2000万だよ。問題というのは先ほど言いましたように、戦後の日本とロサンゼルスしかありません。だから日本が給料もらうならロサンゼルスみたいに3期12年で終わりと。もうそういう人がいない。それか、ボランティアかし南給料変えないと。カブロさんが総理になったら地方自治を解説ができますから、すぐやりますけどね。はい、そういうの解説しろ、まあ。どこでもね、ボンボンばっかりよ。本当に、お金の問題が一番。要するにみんなもう儲かるもんだね。儲かる人はもっと金を失うんです。長いことやりたいのにマットにしたり金を配る。これが植木も配る、出世するとということで、まあ面白いけどね。でもあんたか大橋さん、大橋さん、これは人が緑区の人です。緑区の、何学区だった東側岡学区で緑区の会長に雇って、福島では副委員長の地元の人ですよ、向こうもね。ここの地元が。あ、高校1年前のこの金魚らしいです。ねえ。ここ使ってました。俺もね、知ってるけど、この向こう側のところにね、あの昔の飯田街道はね、そのまま残っとって、早川銀次郎さんに行ったことあるけども、もう今亡くなっちゃったけど、ものすごいお静かじゃなくて、お手前じゃなくて。俺全部もう通してなんてよ、名古屋さんはめちゃくちゃやってるのかな、本当に。ほら、俺、出てたよ、これ。もう昔もいろんなものぶっ壊れて、道路また作るんだよ。だって、わしは今は新しい歌で、何をやっても叱られるようになってる。その前は、ああ、固定しちゃうぜ、と。これもエロいやつですよ。で、YouTube か、あれは Twitter ですか。板手町で。40万ぐらい見とるんだね、あれも。まあこんな最近は何をやっても叱られると、何をやっても叱られると、どこ何をやっても叩かれるとやと。これで報道大賞最高の新人賞今狙っておりまして、ね、根拠がありましたら、はい、総理大臣がレコード大賞取るのもええの、楽しい楽しい国を作られた。いや、それ前とね、30年間ね、日本の経済が止まっとるのに人生が、その理由がみんな分かっとらないか。私はリチャード・クーさんの、ね、弟子を辞任したそうですね。なんでないのよ。皆さんがこうね、銀行のやつだとか。なんだろう。33銀行。
あそこに100万円カメラをつけるとね、今大体ね、有益事業でね、半分の1くらいしか使われてない。なんだって。借り主使う人がないんだよ、借り主とか。これ、裏の中で、あれでしょ、商売やったり、個人の住宅ローンでもいいけど、借りた人いますまとまった金を。もう本当に危ないんですよ、これ。で、親父で言うと、14兆ぐらい全体の経済があるけど、名古屋市自体 の経済、市の財政で3兆ぐらい。だから、名古屋14兆の3兆ですから、3分の1だ。経済の効果、あれ、事故の想像やねえよ、3分の1と4分の1。3分の1ぐらい。要するに、この中、世の中でやるための4分の1か3分の1しか使ってないですよ、日本は。なんと、まあ、これ本当によ、あの財政危機だって嘘ですから、これ本当に借りる人が 3分の1ぐらいの感じでやろうと、こんなもの電気経済でね、大きなるわけないよね、これ。じゃあ有益事業はあなたかにどうしとるか言ったら、日銀に送りゃいいんですよ。今日銀のね、公開の金額が500兆ある。500兆だよ、これ。お母さん見たことあるけど、500兆。これ。で、それにまた利息がつくようになってこないな。これ。だから銀行儲かる知らないやつ。金預かる通りで、日銀の口座に置いてくれるほどもに利息もらえますから。そういうふうになっちゃったと。だからこれには、法律がありまして、財政法4条って言うんだけど、銀行にある金を役所が、民間が借りんもんだけど、どうしても。その場合は役所が、他に使っていろんなことをやるわけない。それをやるのは公共事業しといて、なんでかね、ダムとか橋とか道路とか、こんなもんで学校の先生でよ、僕はやっとやりかけましたけど、向こうは学校の先生は半々で教科を教えることと、あと半分は子供の人生を応援する先生が半分もあるんですよ、ね。で、受験はありません、あんな取れることは。これはだからみんな外国の子供ってって言われたら元気でしょう、これ。日本も小学生までは元気だけど、中学になるといっぺんに受験勉強、そういうことになっちゃったわけ。まあそういうことで一部の金しか回っとらんの、日本に。これは財務省の連中がいない、そんな顔あんなこれ出てくれないと、別に文章したりあんな頭いいわけないでしょ、これ。あれは受験勉強がつくはいないでしょ。ノーベル賞を取ったら頭取り食べてるよ。何言っとんだよ、威張っとるとこだけど、金であっとる財務省に入ってる。あとの圧倒的な金は USJ 銀行にある、三条三銀行にある。それがよ、わからんとしてる。あれは頭使いながら、とにかくまあどうも自民党はこの2000万時点で一遍に 4% と 5% 支持率が下がっとってますよ、これね。さすがにこのおとなしい日本人も、ちょっと偉いんやけど、これ。裏金をもらった、裏金でもそこで脱税ですけど、裏金をもらった人のことで公認外したんでしょ。だけど、だけど2000万持っててくれて、怒るなよ、ほら。舐めとるのしかねえで、ほんとに。だから今度は、社会主義が好きな人は、まあ、民主主義だ、民主か共産党だ。だけど、私の社会主義を嫌な人は、自民党じゃなかったけど、今までは。今度は保守党のがよ、まあ、まだ何でか分からないか分からないけど、河村さんがおるね。騙されたなんて言うてみやな、言って。本当に。騙されたなんて言うなかよ、難しいこと考えとったら。まだ1年ぐらいだから、それはなかなか分からないことがある。しかし、私はちゃんと、これね、今言ったように正しい経済学の銀行にある金を使えるようにしないんですよ。アメリカは実にそれでやって、これガーファンと言いますけど、グーグル、アマゾン、ファンはフェイスブック、今はメタか、M は何だ、アップルか、V は何だか、まあ前はマイクロソフトでしょ。負けてまったかね、日本は。
総理が国会議員を取った時は何だのに、NEC とか日立、富士通、これから東芝、世界の半分あれだろうね、日本が作っとったり取ったら半分だ。今どこ行ったんだね、みんな。は？はい。いや、海外でそれ、NEC が工場作ったりとか、海外のメーカーに負けてもあったんじゃないか。ガーファンの。これなんでか言ったら、アメリカ人がもっと合理的にとって、今言って、ただ、役所が使っとるかにかけばねえやと。お金には、ね、いろいろ仕事も、向こうのいろんな資金があるか、いろいろ、そういう金も一緒に使っとるですね。国全体を豊かにしようと。そういうことが分かっとったからですよ。まあ、そういうふうに、田村さんが総理になったら変えますよ。ねえ。これ言っとるのよろしくないかな、しかし。狂っとるな、これ。本当に。まあ、ということで、どうも自民党へ会議てやって、どうも過半数割れするらしいな、これ、自公で。これ。自公で過半数割れすると、天国だね。総理は誰にするの？これ。誰にする？支配主義。これ。石破さんもいてやろうな、うん。石破さんやったって、俺、新進党の時、あるホテルでたまたまここに座ったけどよ、あれ、どういう人が言ったのよ。自民党絶対関西行くってことは、我々大会やから、潰さないから。どうなんだよ、あれ。まあ、高市も同じこと言っとったけど、同じの。自民党の党首さんに置いた二人、二人とも新進党ですからね。自民党ではいかに取った人たちです。な、俺はそれを潰そう思ってずーっとやっとんの。田村さんは政党変わっていない。あ、いいけどね、日本新党もなくなったの。これ、新進党もなくなったの。俺が変わったのね。民主党やと実際なくなると思うんだろ、これ。そうでしょ。まあ、今度はそんなことでございますので、ぜひ、まあ、ご承知ください。俺からこれだけでいかないで。何が言いたいかというと、企業、議員が格好化すると、自分の意見は言わんようになります。今日はちょっと、発想の方も、お願いもからで言っていくとね、おととしか、先ほどおととし、愛知トリエンナーレってあったでしょ。私の市役所の隣の店長の、なんとか村という、大知事の、あれ、愛知トリエンナーレ、忘れない？展示、三つ問題点がある。一つは天皇陛下の、昭和天皇だ。昭和天皇の肖像画をバーナーで燃やしてバーッと。で、足で分岐してるやつ。これ。これが動くってのはね、慰安婦像。慰安婦像って嘘だよな、あれ。これ。あれ、書いたのは最終文だけど、そこに原稿を入れたようにしたくない人が、肌がなかったで嘘書きましたって自分が書いてるの。で、来週に謝罪しましょうか、これ。謝罪で済まんのですよ、こんな世界中になってまって。この慰安婦像。もう一個はね、遠くのところ、お墓が、こういうね、旗が、ここに寄せ書きがある。そこに、マヌケな日本人の墓と、イディオットジャパニカ、戦争の侵略っていうのはマヌケな日本人。まあ、女のよ、俺、隣のなんとか村の一人よ、まあ、いくらやったのよ、こういうやつは、あんたが自分のことでやってくれと。税金を使って何を言ってる？少なくともわしの袋のお袋は空襲で死んだろうし、高くで。あの、お袋の兄貴が流れたらやで、制止したらやで。その人、そういう人には間抜けないよ、そのね。俺の財布が使われるんだ、俺許せねえんだ、これは、と。もう、そう。本当に狂ってますよ、これ。あんたもう最高裁も最高。もう裁判官なんか一点試験、小試験を買っただけだよ。こんなことないですよ、実はこれ。ほんでまあ、それで負け止まって、参考になっておられましたけど、まあ何が言いたいかというとね、あの時にね、県会と市会、名古屋市会、第一県会、自民党、その他、なんか議論あったと思う、これ。なしですよ。これ皆さん、県民であなたを世話するんで、その金を、今のような一重粛政治的に変更した
ところに使って A さんに議会でやらなあかんじゃないですか。A の仕事した以上でも河村町が取るなんとか村のが正しいとかね、まあ、そんなに A さんがそれを言って言うのはよい、それの自由だとか言って議論も何にもないですよ。それ全然日本の喧嘩人が一人だけあるんだ。これをそろっと言っただけでまだなし、何のために皆さん全然やらんと議会を議員を選んどるの。おい本当にいいか、国は都合だからもやっとると。ほんで花丸の中から言ったらドイツのベルリンの日本人でど真ん中で名古屋愛知が頼まれ、これ慰安婦を慰安婦を日本人に出したから、韓国系のその慰安婦が言っといて無理やり出会いで待ってる。今どうなっとるか言ったら、ベルリンの市長が撤去しろ言ってますよ、間違っとったりして。日本の市とかみんなに届けて、河村さんなんかボロカス言われてよ、表面の自由を阻害する、とんでもない市長だよ、市長の権利乱用だよ。これ、私はそう言われて、ベルリンの市長はいかんで撤去しろ言ってもらって、またこういうふうに、もう金で稼ぐようになると、もう国名とかね、もう考え、自分の総督だけ、これ皆さん自民党への、まあ、保守党の過去の、まあ、民主も同じようなもんだけど、何も立派に知っとないわ、本当に。まあ、俺もね、うれしくしょうがないの、企業がいいから。ねえ、まあ、頼まれるようによ、よく行きますけど、夕方、この間の住んだらと、盆踊りに行くでしょ。そうすると、市会議員が出てくるやん、ずらっと。舞台の上で下手くそな反抗武士も乗っとるやん、これ。で、そこの周りでやっとる婦人会の人やら、町内会の人やら、消防団やら、子供会、あれ、そういうのボランティアだよ、その人たちの。市会議員の方、年収2000万だよ、これ。これ、下手くそな乗っとる頃って。まあ、こんな世の中はええんかな、本当に、モラルハザード。パブリックサーバーという気持ちは間に合わないから、これ。ねえ。で、いろんな人、そういう人と話してよ。時給の予算が、これ、時給予算だよね。年収手当を入れて2000万。まあ、これとはなぁ、これ。誰、時給に換算するかなんか知りませんけど。いろんなダンサーがおるけど、まあ、パリだったらロック・オーラン・ルーズとかアメリカだと、ブロードウェイ。あのダンサーたちね、夜中に、夜5時から1時間ぐらい、ペタクソな観光無事をやって、練習に3枚もらえるんだよ、これ。ねえ。世界最高の給料踊りの踊り手は、名古屋の司会議員です。まあこんな国になっちゃったわけです。これ、これ、まあ、どういう場合はね、すみません、要するに地方議員をトライトで変えるかと、もう一回、世界中そうだよ。こうすると金持ちから出れんと、これ、まあ、そんなこのぐらいでも言っとるけど、本当にやる気だね、やめますから。こうすると新しい人が出てこれるようになるわけ。必ず、名古屋から230万人乗るもんで、これはボランティアのないし、市民並み給料とか、やむならやめますよと、ないしは2000万出すんだったら3期12年でやめると、変わっていくと、そういう方向を取らんと、日本の国が敵になりますよと、ということが言ってやってることで、まあ、どうしゃべりに行ったらお前、強くなると。で、俺は、ああ、ほら、アーサーベルで何でこのしゃべれたんだと、俺はちょっと帰りますよね、聞いたことは。はい。ありがとうございました、本当にいろんなためになるお話ありがとうございます。あの私がこの愛知3区から立候補しました、日本保守党公認厳正日本推薦の大橋徹です。よろしくお願いします。で、あの、今パンフレットであのチラシ、お持ちの方がございます、ご覧いらっしゃいますけれども、そこに書いてあるように私この地区なんですよ。まあ、ここは駒形ですよね、駒形中、十字小学校ですけれども、その隣の、川原小学校で、川原中学校を
接をしている、そういうものです。なので、ここの川内駅というのは、本当にずっと使っていました。で、高校1年生までこの辺の、そこに住んでおりましたので、でその後ちょっと、まあ、家庭の事情で、どうしても東区へ行けなきゃいけなかったので、見ましたけれども、それまでお世話になった、本当に思い出のある、で、ここも本当になくって、そこで、飯田街道ありましたよね、そういうのがありました。そういうのも、記憶にあります。さて、今回の、あと5分50分らしいので、短くまとめます。まず、言いたいことはたくさんあります。今、お持ちのチラシの中の裏、チラシの裏に1から8項目あります。で、これ、全部やれば、日本は豊かになります。でも、一番最初にやらなきゃいけないことは何か。減税なんですよ。減税をまずやらなきゃダメなんですよ。今の、議員たちは国会議員でも増税だとか、あ、ごめんなさい、給付金とか、まあ、一時的な本当の還付財しか出さないようなことで、この経済が回復すると思えない。そのためにはどうするか、減税なんですよ。減税なんですよ。で、こちらにいらっしゃる、まあ、前になって3年なんですけれども、川村隆さんがずっと15年間やられてきた。実質16年になりますけど、住民税 5% をした、それで1500億円、1600億円お返しした、皆さんが使っていただいた、それによって名古屋の経済が良くなった、それによって一旦は税収が少し下がりましたけれども、今ではそのやる前の税収よりも 1.2 倍ぐらいにはなってるんですよ。だからこれを証明したのが、こちらに見える川村共同代表なんですよ。その名古屋モデルを全国に持っていけば、必ず日本は豊かになれる。皆さんの給料も徐々に上がっていくんです。それをやらないというのはおかしいんですよ。それはなぜか、皆様の目線に立った政治をやっていないからなんです。議員のためのそういう政治しかやってないので、自分の収入ばっかり肥やす、そんなこと許されるわけないんですよ。先ほどありましたけども、広告、パブリックサーバント、それでなきゃいけないのに、皆さんのためにやらなきゃいけない、自分のためにやってる政治だから、一掃すればいいんです。もう消えていただければいいんです。この愛知3区では、先ほどありましたけども、裏金問題で捕まった議員がいましたよね。でもこれ始まったわけじゃないんですよ。ずっと前からあるんです。で、そのために自民党は変わると何が変わったんだと。それでも信じていらっしゃって、前回の衆議院選挙の時に投票された方がたくさん見えると思うんです。でも、その方たち、今の現状を望まれたんですか？私は違うと思う。皆さんが何を託したか、自分たちの幸せを託した、日本の経済を託した、この日本の治安を託した、日本の安全を託した、いろんな思いで託されたと思うんですけど、真逆のことをやっている。そんな自民党なんてもうダメなんですよ。だから、この今、自民党はもうダメ。それから、もう一つ言わせていただくと、ここの地域で、まあ、緑のおじ、ごめんなさい、オレンジ色のおじさんが立候補してますけれども、その方ですけども、先月、中国で、お子さんが殺されました。日本人のお子さんが殺されました。その数日後に私は覚えている、日中友好記念か何か知らないけれども、向こうへ行ってヘラヘラしてにっこり写真写っている。まず違うでしょ。本当に日本の子供が大事だったら謝らせてもすごく普通だろう。そうだ、その通りだ。私は悔しい。だから、そんな人を給付金もやってるかもしれないけど、一掃していただきたい。そのためには私、投票してほしい。お願いします。今の世の中変えなきゃダメなんだ。そういう思いで私は立ってる。どうぞ私の同性させてください。よろしくお願いします。頑張れ。これ以上許可されてください。お願いします。はい、皆さん。
ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。一点だけ、河村市、前名古屋市長の方が2000万という、お話がありましたが、私は、皆様のお力で、14年前に名古屋市会議員にさせていただいて、いまだに800万円でちゃんとやらせていただいております。皆様とそのお約束をしっかりと守らせていただいております。現在日本もそうですが、日本保守党も必ず皆様とのお約束をお守りする、皆様とのお約束は絶対ということでやらせていただいておりますので、ぜひとも皆さん、今回の選挙、必ず3区の皆様は大橋徹に投票をよろしくお願いします。そして皆様、保守党、比例は保守党、日本保守党と必ずご記入いただいて、必ず皆様、大橋徹を国政に送り出していただきたいと思います。本当に、長い時間といいますかね、皆さんこちらでご清聴いただきました。本当に皆様との、思い、そして国民の皆様の声をしっかり今後も聞いて、そして、国民の皆様の目線で皆様のお役に立てるようにしっかりと大橋徹で頑張ってまいりますので、ぜひとも皆様、必ず投票に行っていただいて、大橋徹に投票をよろしくお願いいたします。皆様ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。はい、すいません。